Windows 7携帯 F-07C は富士通によって開発された NTT ドコモの第三世代動通信システム端末である。また i モード対応の携帯電話用 OS とパソコン用の OS である Windows 7ホームプレミアムの2つの OS が搭載されている。キャッチコピーはパソコンが手のひらサイズに。本端末は一見スマートフォンのようにも見えるが、 OS に Windows 7ホームプレミアムを採用しているため、フィーチャーフォン超小型ネットブックの分類となる。そのため、ドコモのラインナップでは、ドコモスマートフォンとドコモプロシリーズのいずれにも属さないコンセプトモデルとなった。本端末は、富士通のモバイルノートパソコンブランドである FMV、LUX ロゴが、 本体裏面に描かれている OS に Windows 7 Home Premium を搭載した端末である。また前述の通り、iMode 用の OS であるシンビアン OS と MOP が Windows とは別に搭載されており、それぞれを切り替えて利用することとなる。スマートフォン用の OS として Windows Phone 7があるが、それではなく、パソコン用の OS となっている。端末は、 クティ配列のキーボードとトラックボールを搭載した横スライド式となっており、ディスプレイは4インチながら6 1024の SVGA の高解像度の液晶画面となっており、またディスプレイは2本の指での操作による拡大、縮小機能が搭載された静電容量式のタッチパネルも搭載されている。OS の切り替えは端末サイドのボタンがあり、 ワンボタンで切り替えることができる。ただし OS や CPU はそれぞれ独立しているため、i モードメールを Windows OS で見たり、Windows で受信したメールを i モード用の画面で確認することはできない。ただしマイクロ s d などは共有できるため、撮影した画像や動画、Word や Excel ファイルなどは、マイクロ s d カードに保存しておけば、 どちらからでも閲覧編集することが可能となっている。Windows 起動中に iMode メールや SMS、メッセージリクエストをバックグラウンドで受信しランプの点灯で通知することができる。タツワやエリアメールの着信があった場合は携帯モードが自動的に起動する。また iModeOS 起動中の場合は Windows は原則スリープ状態となる。 Windows 7 Home Premium 32bit 版サービスパック1では機能としては基本的には PC と同等の機能を有しておりブラウザにはインターネットエクスプローラー9.0マイクロソフトシルバーライトが搭載されているため PC と全く同等のサイトの閲覧が可能となるそれに加えマイクロソフトオフィスパーソナル2010がプリインストールされているため pc と同等のワードやエクセルを利用することができる。その他様々な Windows 7用のアプリケーションをインストールし利用することが可能となる。ストレージにはハードディスクではなくフラッシュメモリー 32GB を利用できるほか、マイクロ SDHC カード 32GB も利用できるため、最大で 64GB までストレージとして利用することができる。操作は スライド式のクティーキーボードやトラックボールおよびタッチパネルで操作をすることが可能となるが別売りの HDMI 端子と USB 端子4つを搭載したクレードルに端末を挿すことで USB を利用したマウスやキーボード外付けハードディスクや DVD ドライブ等の外部ストレージを利用することができるほか HDMI 搭載のディスプレイやテレビに画像を映すことができる 通信機能としては、フォーマハイスピードでの利用はもちろん可能であるが、その際は、i モードとは別に、モペラ、U 等のフォーマハイスピード対応のプロバイダーとの契約が必要となる。また通話や i モードは利用せず、Windows だけしか利用しない場合は、定額データプランで利用することが可能となる。その他通信機能として、Wi-Fi 機能も搭載されており、 i e e 8 0 2 1 1ビット GN での接続が可能となるため、最大 65Mbps の高速通信も利用可能となる。ただし、3G と Wi-Fi の同時利用はできないため、Wi-Fi テザリングなどは利用できない。また、Bluetooth や赤外線も搭載されているが、これらの機能は Windows モードでは利用できない。また、 GPS も携帯電話モードでないと利用できない。PC モード時の動作時間は約2時間としている。Windows モードの場合カメラは内側カメラのみ利用可能で TV チャットなどに利用することも可能となるがメインカメラは携帯モードでないと利用ができない。DVD ドライブ共有機能が搭載されており、 無線 LAN を経由して、別のパソコンの DVD ドライブを利用することができ、ソフトウェアのインストールなどを行うことができる。携帯モードで利用する際でも、クティーキーボードやトラックボール、タッチパネルで操作を行うことができる。また、同時期に発売されるドコモプライムシリーズ F-09、c と同様、ほとんどの操作をタッチパネルで行うことができる。 携帯モードの機能としては、i モード端末そのものであり、i モードサイトの閲覧、i モードメール、i アプリ、お財布携帯、テレビ電話、2-in-1、GPS などが利用できる。ただしワンセグ機能は搭載されていない。カメラ機能なども、同時期に発売された機種の中では、画素数などは低い方ではあるが、自動画を検出 AF。 露出補正、局所コントラスト補正、スマイルショット、美肌瞳強調モード個人を探して、ピントを合わす、サーチミーフォーカス、トリプルブレガード、などと、様々な機能が利用できる。また富士通ブランドの機種ならではの機能として、スーパーはっきりボイス3や、ジャイロセンサー、加速度センサーを利用した、歩数計、エクササイズカウンター機能が搭載されているほか、 内側カメラに指を当てるだけで脈拍を測れるパルスチェッカー他の健康アプリなどが搭載されている。また富士通ブランドのお家芸とも言えるセキュリティ機能として任意に登録した人からのメールや通話の着信を隠しフォルダに格納し本人以外見ることのできないプライバシーモードや置き忘れセンサーなども搭載されている通信機能としては フォーマハイスピードが利用可能となるが、Windows モードで利用できた Wi-Fi 通信は携帯電話モードでは利用できない。ただし Bluetooth や赤外線は利用可能となっている。その他に1372種類のデコメ文字がプリインストールされている。その他 D マーケットなどから様々なアプリケーションをダウンロードしインストールが可能となる。PC ウォッチ。 富士通、世界最小の Windows 7携帯 F-07C 発表会。Windows 7携帯 F-07C の Windows。Experience Index を測定イティメディア。DPC ユーザー対応プロファイル。HSP、HFP、A2DP、AVRCP Hot w i n 7搭載の。 世界最小 PC でもある携帯富士通 F-07C ドコモナッツモデル新商品発表スマートフォンは K9 台 -ASCII.jp ありがとうございます